おっす。皆さん、兄弟長男クルド、次男カナソ、長女のくるみです。イエイ。はい、ということで、帰ってきました。久々です、3人での動画久々です、ね、相変わらず一人で撮らねえお前らは。はい、ということで今日は、質問コーナーをね、初めてかな、募集する形は初めてで、初めてやっていこうと思って、で、昨日インスタグラムのね、各個人ね、質問を集めたので今日は、まあ、何個か答えていこうと思う。全部はさすがにね、来すぎてて来すぎてないよ、来すぎてて。まあ嘘だけど、まあさすがに長くなっちゃうから、何個か今日は答えていって、まあ好評であれば第2弾とかね、どんどん出していければ今後の企画も広がっていくかなっていう感じで。で、どうしたんですか、目はサングラスかけたんですけど、桜みくるリスペクトって感じ。目は怪我しました。怪我しました。今ね、くるみなんか部活でバスケやってるんだけど、目ぶつけちゃって、だから目ちょっと腫れてるから、今日はサングラスで朝倉みくるということで、そういう感じでいきたいと思います。じゃあそれでは早速、質問答えていきたいと思います。それではレッツゴー。じゃあ、こいつさ、一つずつ選んでいこう。あ、そうね、うん、はい、じゃあ一つ目質問、はい、週にどのぐらい連射してますか？俺はもう今、あっちでは週5、週5の昼、夜っていう感じです。俺は今はね、キックボクシングやってから一気に練習量増えたね。一気に練習量増えたきついよ。僕たちは、基本空手の稽古、通常、そう、みんなで練習する稽古が火曜日、そう、週3週3ね、週3でやってて、それ以外の日は大体家で自主練、自主練だけど、まあ、そんな長くやんないで、時間よりも質派でね、質派でね、より深い練習。時間ない時はもうほんと30分集中型とか、1時間でしっかりやるのと、ほんと時間いろいろ重なってて、時間ない時は30分集中型とかでやってます。はい、大体1時間ぐらいですけど。まあそうだね、大体1時間ぐらいか。はい、じゃあ次くるみ。じゃあ、うん、3人はどれぐらい仲がいいですか？難しい。難しすぎだろお前。どれくらいって、どれくらいっていうのは、どれくらいとは言っちゃった、例えば一番例えば絶対普通に仲いいと思う。空手やってるから仲いい方ではある。うん、絶対そんな感じ。よく仲いいって言われます、他の友達からは。服はどこで買ったりしますか？この質問答えます。服はどこで買いますか？これをかなたから行こう。あ、俺から。俺どこだろうな。どこってはない、どこってはない。最近でもちょっとね、最近はクードのところ行った時に下北でちょっとね、ちょっと結構買ったりね。たまに行くザマッチョの時とか下北で行って、うん、一気に買ったりする。そう、俺が選んだもの全部買う。で、くるみはシーンね。シーンいいよね。うん、次、あ、今度、やります、シーンの買ったもの紹介。はい、皆さん楽しみに。俺も東京行ってからは下北とか、北海道は、北海道ってなんかどこって言わない、どこって言わないね。でもネットも多いかな。俺もそれこそシーンとか ZOZO とかね。そう、今まで一番嬉しかった大会は何ですか？俺は、JKJO の全日本優勝。嬉しいよ、多分それかな。じゃあ、くるみもね。それ？それ。あ、JKJO 優勝か。実際、昔のことあんま覚えてないから。まあ、嬉しいっていうのは、最近のなんか、印象に残ってるから。何？じゃあ、チャリからかな。チャリから？あ、この前の。うん、あー、チャリからね。リベンジしたことが。この前の動画上がったばっかりです。試合待ってる時、どんな気持ちで、どんなことを考えていますか？いいね、その質問。1試合前とかはもう覚悟決めてるよね、やるぞって、やるしかないから。で、2試合3試合前までは、あー、まだどんな感じでいこうかなって感じで俺は考えてる。俺は結構なイメージしてる。俺は逆にもう何も考えないから、もう集中するだけ。あー、1試合前、2試合前、3試合前とか並んでる時はもう逆に何も考えないから、ただ何やろうとかは考えない、もうただ全力出すぐらい。俺ちょっと何か考える、集中する。1試合前で集中する、ちょっと。くるみもイメージして、ちょっとやりたく、緊張しすぎて嫌になる。緊張はするよね。で、やりたくなくなる。いや、するかな。自信があったらね、その、あ、そうね、最近はね、応援メッセージとか思い出す。あ、まあ、1試合前だよね。
応援してくれる YouTube の、 あの配信とかもやってるから、それで負けられないと思う。モチベーションつけたら気持ち作る、気持ち高めて集中して上げすぎないように。はいはい、そんな感じです。おお3人の好きな飲み物。好きな飲み物か、リアルに水かもしれない。結局なんか今好きなのはファンタグレープです。ああ、俺ね、あ、牛乳とか練習とかやっぱね、風呂上がった後の俺の飯最強。一曲一周回って水が、いや、確かにそれはある。水めっちゃうまい、めっちゃうまい、本当に。トロフィーなんかありますか？わかんねえ今。ちなみに上野くんという。あ、それはまあ昔ね動画上げたんで、動画上げてるんだけど、それにプラスもう3人で20個ぐらい増えてて、あ、そうだね、うん、プラス20ぐらい、大体それぐらいです。だから500個ぐらい。じゃあ次、はい、嫌いな食べ物。ああ、嫌いな食べ物ね。嫌いな食べ物多すぎてもうなんかわかんない。緑とか。俺は基本何でも食べれるけど、なんだろう、俺あんこも克服したし、和菓子昔めっちゃ嫌いだったけど食べれるようになったし、いろいろと野菜の、野菜の苦い系ね、なんかよく一般的にあるなんかピーマンとか。ピーマンはこれ嫌いなやつ。サラダはありすぎてわかんない、すぎてわかんない。こいつは嫌いなも多いです。俺が上京して3人の中で変わったこと、自分でやることが普通に一人暮らしだから多くなったから、飯作ったり洗濯したり、そういう部分では大変だった。母の偉大さです。ああ、練習が変わったかな、自主練。ああ、自主練が変わるやん、それはね、自主練が変わった。とても嫌になったことありますか？あります。あります。ある。ある。ただそれを通り抜けたら好きになった。あ、通り抜けたっていうか、まあ、まあ、勝手に続けてたけど。俺結構嫌なことあったよ。俺も嫌なことあったよ。何、何で嫌だ？練習が、練習が嫌だ。練習が嫌だ。毎日練習あったし、小学低学年とか、あ、中学年ぐらい、なんか遊び、遊べない、遊べないから、遊べなくて練習に行かない、絶対に遊ぶ、周りが遊んでる時に帰る途中で帰って練習とかね行かないといけなかったり。だけどなんか小さい頃じゃね、嫌いなの、嫌になってたの。小さい、もう中学とかはもう全然全然やってた。コンビニ行ったら買っちゃうもの。アイス、アイスを買うね。アイス、アイス大好物将来だね。ちなみにこのシーズンのおすすめ、夏はせーの、ガリガリ君の梨で、ガリガリ君の梨派ね。ガリガリ君の梨、このシーズンね、梨のアイスね、めっちゃうまいですから。冬はスーパーカップのチョコなんだけど、チョコバナナ、夏であったらやっぱチョコバナナすっきりする層のがめっちゃうまいんだよ。そう、うまいんだけど、その中でも梨がやばい。そう、いつも何時頃に寝ますか？基本でも俺は12時かな、普段12時半とか12時。学校の日は11時。まあ、練習終わるのが11時とかだったりするから、帰ってきたらもう勝手にもういろいろやったら11時になる、うん、12時ぐらいじゃないかな、まあ、12時ぐらい、うん、研究は試合のどのぐらい前から始めますか？大体対戦相手が決まるからね、トーナメントとか出る試合だったら、出ない試合はしょうがないけど、出る試合だったらトーナメント出てすぐまず見るよね、動画を、癖とかね、その対策をして見すぎてもね、動き変わっちゃうから。そこまでね、自分の、そう、自分の動きをどうはめれるかっていう、その相手に、しかもまあトーナメントで相手決まってから、まあでもそんなガッツリっすね、まあそんなガッツリはやんない、ガッツリはしてない、うん、どう、あくまでも自分を有利に達するためにどう相手が嫌がるかを見つけるだけで、大体何するのか、何してくるのかを見るだけで。そう、じゃあ好きなタイプ、好きなタイプ、面白い人。ああ、なるほどね、面白い人好きなの。一緒にいて楽しい人。ああ、うん、俺面白い人そんな気にしないで。くるみは優しくてかっこいい人です。かっこいいか当たり前だろお前。優しい、うん、結構広いけど、俺結構ね静かめタイプだ。うるさすぎるの嫌だな、うるさい感じの人。お前がうるさいから。違う、俺がうるさくないから。いや、お前うるさくなくはないで。じゃあ俺うるさくない、ない。じゃあ俺静かすぎるから。そしたらそう、普通になんかお悩み相談来てるので、
最近気持ちと技がうまくいかず空手の試合に勝てないです、どうしたらいいですかというところ。気持ちと技がうまくいかない、気持ちと技がうまくいかない、マッチしないのかな、こうやりたいっていうのと、あ、なんかそういう時は考えないでやることは大切だね、考えないでもう自分の感覚、そうそうそう、でとりあえず何回も動きやるしかないと俺は、こういう気持ちとかついていかない時って考えたら考えるほど動きも悪くないし、うん、だからその自分のやりたいようにっていうか自分のなんていうの動きそのままにやってる、考えないでもうたくさんやる、そうで、そういう時に出る技が多分本当の自分の技だと思うから、じゃああと一周、身長何センチですか、カナダから、せーの、173、153、180、デンタンボーやばいよ、多分80、多分173、1 練習中に一番意識してることは何ですか、やる前に自分のテーマを考えるけど、その時に結構考えるタイプ、考える、結構考えるタイプだけど、考えないように、考えすぎちゃうから俺は、うん、だから考えないようにちょっとしてるから、組みは結構考える、ま、テーマは持ってやることが大事だ、練習はブレイキングダウン出てくださいブレイキングダウンは出ません、全日本への意気込み、全日本への意気込み、各それぞれ、俺は9月の K1 のチアジャ日本 JKJO、 あ、何やったっけ、あ、一般か、そっか、まあ、どっちもいいね、それはまずは絶対に負けない、これが最前提、内容動向じゃなくて絶対負けない、集大成の大会でもあるから、内容を含め、まあ、自分納得する形で成長した姿を見せてで、やめ、狙いすぎたら、狙いすぎない、自然体で KO を狙えるように前回はあんまなんか試合良くなかったのでちょっと焦ってたから、焦んないでしっかり全体を見て相手の落ち着いてしっかり戦いたいです、ここは優勝です、おい、優勝です、一般の全日本は挑戦なんで、そう、ね、もうただもう自分の全力を、この間の試合ではちょっとまだちょっと気持ちがダメだったんで、もうやられてもいい覚悟っていうか、もう自分の全てを出したいと思います、全力を出し切る、うん、それ出し切る、ジュニアの全日本では今のところあの高校の部では負けなしできてるので、一応そっか、高校入ってから負けなしできてる、すげえな、で高1高2高3とか、まあ一応高1で挑戦の立場なんですけども、一番したい、今回は必ず優勝したいと思います、そこで優勝したいね、こういう優勝します、じゃあ日本は3人優勝できたら、まだできてないからね、一斉っていうか、まあ同じ年で今年は狙っていきたいと思いますんで、応援よろしくお願いします、お願いします、それでは今日の動画終わりたいと思います、バイバイ。